音楽指導法や、ピアノ、声楽、それから子ども音楽療育などの授業を教えています。はい、一つは、小学校の音楽の指導法の、具体的な内容とか、それからもう一つは音楽療法的なアプローチのやり方についても、体験していただきたいなというふうに思っています。はい、例えばハンドドラムを使っていろんな音の使い方をやってみたいと思います。こういう叩き方や、こういう叩き方や、こういう叩き方、いろんな音に気づいて感じるということから音楽は始まります。そんな体験をたくさんしていただこうと思います。ちなみに他にもちょっと楽器を紹介しますね。これはどんな音がするでしょう。どうやって鳴らすと思いますか。これはどうでしょう。なりませんね。こんな音です。鈴も、木や金属で音が違いますよね。どんなふうに子どもたちが気づいたり感じたりするかを自分の体験を通して学んでいきたいと思います。こんな音もありますよ。見えない音が見えますよね。音楽はまず自分が気づいて感じることから始まります。体験授業では音楽の持つ様々な可能性を体験してもらいたいと思います。皆さんが、音楽で楽しく子どもたちと活動できる何かのヒントになればっていうふうに思っています。ぜひ体験授業にいらしてください。お待ちしています。